もう少し進んできたところの竹林、阪急バス中野北と書かれていますね。まあ、西宮市です。まあ、この辺もね、あの枯れてる竹が、たくさんあります。上が高速道路らしき道路ですね。あちらの方も、枯れてる竹がたくさんあります。何かタンクのようなものがありますね。本当に枯れてる竹を集めていくような形と、あとまあ色が変色して弱ってきてる竹とか、そういうのをかき集めていくだけで、まあ冬場発電できますね。まあ神戸市北高校や、まあ三田学園なんですね。まあ三田学園なんて神戸市の北部の一部と、それとほとんど三田市内全域だから、倒木とかそういうのでかき集めれば、賄えますね。どう考えても面積すごいですから。で、木でも多々映しましたけども、穴が開き始めてる木とか、立ってるけども朽ちてる木とか、もう夏場とかでも葉っぱがもうついてない木、一目で分かりますから枯れてるって。そういうのを、かまど発電で使用すると、まあこういうことですね。こちらの方のところが地熱発電にできるんじゃないかって言ってたところで、まあこちらも耕作放棄地でしょうね。だからこの辺りとかで有馬温泉の駅の近辺のところで結構ね、小麦畑作れますよ。あと有の中町、まあ、田尾寺駅の周辺とか、五社駅の周辺の耕作放棄地でですね、全部合計したら、建物解体して、その畑にするところまで計算に入れたら、甲子園一つ分ぐらいの畑の面積になりそうですね。まあ、その有馬温泉のところ、先ほど撮影しに行った時に、老朽化した建物を撮影しようかな、どうかなと思ってたんですけどね。まあ結構あります、老朽化した建物。マンションごととか、元旅館ごととか、結構ありましたね。こちらが有馬温泉です。で、まあこちら、まあずっと道を歩いてきたところなんですけども、こちらも広大な耕作放棄地ですね。まあこの辺でも小麦畑、一回草刈って、作れますね。結構広いですよ。ここだけで甲子園の5分の1ぐらいのスペースありそうですね。あちらの方が有馬温泉なんですが、まあ、向こうは、有馬川です。で、この小さな河川のこの横にも竹の林、いっぱいありますね。ここからでも枯れてる竹とかいっぱい採取できます。あと河川の底にもやっぱり枯れてる竹があると。まあ大雨が降った時に、有馬川に合流する時に流れてこられたら困るので、こういうふうな、ところからもしっかりと伐採、もう奥の方見てもらったらわかると思いますけど、枯れてる竹の量すごいでしょう。もうここだけで多分、1000本ぐらい、取れると思いますよ。奥の方まで結構竹ずっと見えてるんでね、枯れてる竹間いっぱいありますよ。でもうほとんど倒れてますね、奥の方で。まあここは有馬温泉の駅から歩いて10分15分ぐらいのところですね。以上です。こちらの方が有馬温泉なんですけども、まあこの辺りが耕作放棄地ですね。あとそちらが有馬川なんですけども、その川沿いのところ、老朽化した家とかいっぱいあります。まあこちらももう多分人住んでないと思います。老朽化して解体できるところは解体して、あと畑、小麦畑を作ると。まあそういう風な形でいいかと思います。まああとこういう風な高熱温泉危険立ち入り禁止っていう看板があるんですよね。ここもしかしたら地熱発電作れるかもしれないですね。もう一度周りの風景、あちらが有馬温泉の駅です。すぐですよ、もうこの辺まで、500メートルもないと思いますよ。歩いてすぐですね。だから地熱発電のポイントかもしれないですね。この辺の土地のことを詳しく知っている方に、まあこの辺りで地熱発電作ったらいいんじゃないですかね。